以後このようなことはないように伝えますのでよろしくお願いします皆さんえっとこんにちはレジャー木村ですえー、っとこれはまあ以前えー流しましたえー、っと上げましたえ世、ー、代の動画の一部ですけれどもえーまあこの動画をご覧になっている方はお分かりいただいていると思いますけどなぜ謝ってるかってことですねまあその PCR の 検査の代金が無料とお伝えしたところを、まあ、誤って、それが誤りだったと。で、本当は、まあ、今回いくらかかったかっていうのは、あの、後ほどね、お話したしたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。でですね、一応今回、えー、まあ、改定版ということで、えー、また再度、これまだ縮,、えー、縮小ですけどね、 服装を、えー、作らせていただきました。じゃあ、まず何が改定されたかってことは、まずこれからお話ししたいと思います。まあ一応これ、この前お話ししたいことですね。まあその、以前からね、この、えー、ちょっと息るしさを覚える、まあ、ことがよくありまして、僕はあの、肺が弱いんで。ただ、それが頻発したんですよ。で、 頻発したんで、で、とりあえず、まあそのー、そういう状態が続いてしまった以上は、もう、こうやってなんか、あの息苦しさを覚えて、また息苦しくなってということが繰り返されたんで、で、結局この日の5月4日に、保健所に連絡して、で、えー、まあその昼頃に、保健所の車をーの、えー、と手配していただいたと。で、まあそのー、 まあちょっと改造されたようなハイエースですね。<laughs> に乗ったと。まあ、でその出かける前、もう一度検温したら36.9度、ちょっと上がってたと。で、まあ保健所の車でその医療センターに到着,到着するなり、まあ外で入れということで、まあそのドアの無理さがるんだとか、まあ部屋から出るんだとか、それこそあの、まあ案内された部屋があって、その、まあ僕が案内されたのはその、まあ医療センターの えー、まあ一室であるあの小児科の、まあ、小児科って書いてあったやつが消されててまあちょっと小指輪になってたっていうね本当にもう、ま、窓のないようなそういう、まあ、狭めな場所で待機させられてこっから出るんだって言われたとでそ,れそのあと測ってみたらまあ37.6度あったという感じですよでその後、まあ脈拍とか測って で、それそそのそれこそちょっと見計らっても乱れててと,、まあ、と血中こ酸素濃度も測りとまあそれこそあれですよあの採血もしましたよでまあその検温がちょっとまあ三十七点五っていう規制を超えてたとまあ今はなんかもう検温とかもそれこその体温上がるが上がる前がもう息苦しさとちょっとなんか異変があったらもうまあそれこそ保健所の方に連絡してくださいなんていうふうに 言われてますけれども、まあその時は一応、軽温の,その温、体温ね、こういう基準が37.5度以上っていうのがあったんで、もう慌てて PCR ということになりました。まああの時お伝えしたこと、再度申し上げますけど、あのもう本当にね、あの、プラスチックの棒なんですよ。プラスチックの棒を、細い棒をなんか、まあプラスチックと言ってもあの柔らかくしなるやつだけど、その柔らかくしなる <laughs>、そのプラスチックの棒を鼻,鼻の鼻と口の、 おおところから喉にぐさって刺してくるという <laughs> ような感じだったんですけどね。まあ、ただ、これがね、今後ね、もしかしたら、その、唾液を検体、まあ、として、PCR ができるかも、できるようにな,なるでしょうと、まあ、もしなったら、もちろんだからそんな鼻まで入れるような、そんなもう、まあ、そ,のそれこそね、あのやる側もやられる側もね、豚になるようなことよりも、唾液で調べられた方が楽でしょっていう。 ことなんで多分これがいずれできるようになるかもしれないという話ですね。そしたらもう本当に PCR のね、えー、検査の人数も増えるだろうというふうに言われております。で、まあ、その、ずっと喉渇いてたんで、水飲んで、水飲みたいというふうに、あのー、お伝えしたんですよ。その、その場所のね、あのー、担当者にお聞きして、なんかその、あれなんですよ。なんかその、国旗があって、その PHS があって、PHS で電話して、 あのー、まあ、その方を、まあ、その、その方にそう、水飲みたいんですけど、水入りますかって言ったら、まあ、部屋から出んなって言われてたからね。ちょっと待てと、言われて。<laughs> 今聞きますんで、って言われて。<laughs> 本当だからね、本当もう狭い、そのね、閉鎖的な中にずっと、まあ、そのだから、閉鎖終わればずっといたんですよ。で、そっからまあの、部屋から出られないからってことで、その、 まあ担当者の方に来ていただいて、まあ結局をお使いを頼む形になっちゃったと。で、まあそこで水をね、買っていただいて、で、その後まあ、これ、検量はね、これ、ここ書いてるけど、水飲んだ、まあ水飲んだ、飲む前だね。飲む前に検量してますけどね、実際にこれ。で、水飲んでからインフルと。<laughs> インフル PCR を取らせてくれって言われて、まただから鼻の穴に、 ぐさっとしてくるっていう感じで。ほんとだからね、喉の奥って意外と痛いんだよ。あの、本当にね、僕、あのー、もう以前ね、胃カメラとかやってるから、胃カメラは結構つらいよ。なんかあの、鼻の中にイカメラ入れた方が喋れるっていうか本当、僕、あれ喋れないですよ、よ本当に。苦しいし、もう喉の奥にこうガーってなるようなイカメラとかが、本当に、あれの、あれの苦しみよりマシだけど、ちょっと やっぱきついよね早くだからね、唾液でできるようになってね、本当に、それこそね、今後、あの PCR 受けなきゃいけない人にね、だからって人もね、そこはもう政府に考えていただいた方が僕はいいかと、個人的には思ってます。で、その後に CT を取りまして、で、まあ、その職場に電話を初めてそうしたんですよ。PCR 取りましたって。やっぱあのー これ、やらないとダメなんだよ、ね、これね。だから、皆さんとそれこそ、まあ、ご,、うん、ご家族、うん、お住まいになっている方々、ご家族とか、それこそ、まあ、学校とか、まあ、そ,その自分のお勤めになっている方々に、お話ししなきゃならない場合ありますんで、ホラーもなるべく、絶対、やった方がいいと思います。まあ、ただ、その、その後に、ね、僕はそうだったんですけど、職場にいろいろ聞かれましたから、本当に。<laughs> あの、それこそき、あの、なんだろう、えー、通勤ルートとか、 それこそ通勤してからどこい、どこ行って、どこで着替えてとか、あのー、それこそタイムカードをどこでやどうとか、タイムカードをおそばで何するとか、必ずそれ聞かれるんで、本当にいろいろと。まあ、それで、それはまあ、この検査の後の話なんで、あれですけど。で、2時半で。まあ、大体2時半頃に検査終了しました。で、その2時半までに、まあ場所がね、これ医療センターなんですよ。 だからなのか、その CT とか、その血中酸素濃度とか、まあその脈拍とか。一応これはそたう総合的に全く問題なかったというふうに言われたんで。で、その結果、これはまあ前にもお伝えしましたけど、結果これまあ陰性と。<laughs> まあしつこくしてごめんって。まあ一応これはまあこういう動画なんでお,お伝えしなきゃいけないんで、これはまたね、再度お話ししました。で、この4枚目はこれは実は重要で、これですよ。あのまあ、 言いたいことっていうかさその、この前お話しました、これ。忙しいと聞いて,聞いてたけど、まあその、1回目の電話で保健所の方が電話出たってこともちょっと僕は疑問でしたからね。たぶそれ、まあついてたのか、たまたまいなかったのか分かりませんけど、普通に考えたらね、保健所の方がそすぐ出るとは思えないんですけど、まあどうなんですかね、まあ件数もだんだん減ってきたし、それこそ今日もだって30人下回ったと、まあ日曜日ですから今日、この収録日は。なので、まあ、 こうやって徐々に減ってきてくれるといいですけどね、本当に。まあ、だからこうやって減ることで、それこそ、あの、退院者数、回復者数が増えるということを、まあ、この、スタッフやった。スタッフしたね。誰や、スタッフしたよ。あの、政府がね、政府が願ってることなんで。それは、だからもう、今後ね、ぜひともね、どんどん減ってってほしいところでありますけどね。で、まあ、その、だから、 電話するに、まあ、必ずだから何かあったら絶対電話しなきゃいけないんですけどね、これ。物申しずに伝えることだと伝えないと、ほら。やっぱこれ。これはもう、もうやんなきゃダメだと僕は思います。そういうことだから本当にもう、だって自分の命が大事なんで。そんなことだって、もう、もし、ここで電話したら、ええ、みんなに白い目で見られるとかね気。気にしてる場合じゃないんですよ、こんなの。他人だったらもうしょうがないことなんだから、もう本当に。 それこそ、ね回復したら、まあ、それこそ、こっち来んとか言われるとかね。あっち行けとか言われると。僕自際もあって、あの、陰性だけど、言われましたもん。職場の人に、一部の人に。本当に。こっち来んなよとか言われて。<laughs> まあまあまあ。それはでも本当にね、気にせる場合じゃないんだよ、そんなの。だってほん、それだ,だって。何もしないで死ぬぐらいだったらね。だってそういう、ちゃんと行動をとってね。やった方がいいぞうな、これは本当に。で、効果だから間違いだったの。これは間違いだよ。 CT コミュティで、ね、それこれ無料って言ってましたけど、これ無料じゃなかったんですよ、これは。えー、で、私はこの、だから、ね、1万3千、100、なんか、こ、こ,こ、こ,こ、コンマが違うけど、コンマ違うけど、これ。その、うん。違うね、これ、ね、このコンマね。1万3千100円と。ええー。<laughs> これ間違えたね。<laughs> でした、ということで。 今直したけど。<laughs> そう。一万三千0 0円かかりました。先ほどお支払いしました。はい。えー、で、まあ一応、ツイッターの方にもそれは上げてるんでね。えー、で、まあ、こういう感じです。ただこれ、漫画じゃないです。本当にこれ。それは確かなんで。ここはもう直さないで。やりましたよね。だからその、もう、その保険のだから範囲でこれぐらいかかりましたよ。 っていうことだったこれこれが一番の、これが一番の、えー、今回動画上げた理由。ね。お金かかってるんじゃんっていうことをね、お伝えしなきゃいけないってことだったんですよ。ってことで、ございまして、えー、以上です。だから本当ね、あのー、まあ、僕も本当にね、何もか確認しないでね、まあ、大事ですから、その情報をちゃんと仕入れた上で、いろいろと対策をしないといけない。 今回はそれこそ1万3100円かかったと。で、まあ今回はたまたまお金もあったんで、もうしょうがないからお金お払いお支払いしまして。うん。でまあ、そういうことはちゃんとね、あのー、自分の命を守る行動っていうね、<laughs> そういうことはもう絶対しないほう方がいいです、これは。何かあったら、ご,ご家族にもね、及ぶこともあるし。 職場には言うとは、言ことがあるし、いろんな方に、自分の、ね、一番こう、頼りにしてる人とか、一番話してる人とか、そういう方々にね、迷惑にもかからないように、しなきゃいけないということは、ぜひともね、自分も含めて、念頭に、今後 PC R、PCR、やくてコロナにかかった時、コロナが流行ってる間、なるべく、えー、一人の人間としての、 ちゃんとした人間としての行動を取りましょう。ということで、今回はお開きとします。本当に皆様、えー、以前ですね、えー、嘘をお伝えしまして申し訳ありませんでした。以上で終わります。じゃあ、木村でした。ありがとうございました。